赤塚藤七は、関東軍憲兵、満州国警察古北口国境警察隊、保安局特務警察官、法典施鉄日消防文書長、藤尾プロダクション初代経理担当。漫画家、赤塚藤尾のジップであり、漫画、天才、バカボンに登場する、バカボンのパパのモデルとしても知られる。藤尾プロダクション現社長、赤塚理恵子の祖父。満州時代の藤七、藤尾、 リオ1908年4月22日、新潟県西蒲原郡4都合村泉で小作農家を営む厳格な水飲み美白賞の父親と、恩和な母親の間に7人軽視の末っ子として生まれる。小学校時代はワン短期、悪童の3拍子が揃った楽器大将で、子供同士の構想では自ら軍団を組織して、勝利に導いていた。 また体力面だけでなく学力面でも負けず、嫌いな性格であり、小学校高校学年からは、学年1位の成績を常にキープし、四都合東小学校を主席で卒業する。その後は学士への道も夢見たが、無学な長兄の意向でそれは叶わず、1922年4月より、農業大学に進学し、生家や、竹の方向人として19歳の夏まで農業に、従事する。 憲兵時代は国際連盟から派遣された立憲調査団の護衛任務も遂行した。1930年に徴兵検査で公衆合格し、柴田府評第16連隊に入隊する。その後、区学の末に陸軍憲兵学校の卒業試験を2番目の成績で卒業し、1931年4月より関東軍の憲兵として満州に渡る。 同年9月には、満州事変が起こったため法典に出勤して、巡殺、警ら、ラ、駅内の取り締まり、郵便検閲、国際連盟、立憲調査団の護衛などに当たる。しかし、上官の理不尽な言い分が我慢できず、1933年11月に憲兵の職を辞し、同年12月に寺東里夫と結婚して、長男の藤尾をはじめ、三を増上を設ける。その後は、 万州国警察古北口国境警察隊の保安局で、抗日共産勢力の壊滅と現地の定着戦部を任務とする特務警察官を務め、一家は中国大陸の返境を転々とする。その過程で、東北抗日、ラ根軍、八祖除軍など抗日ゲリラと対峙する危険な任務に就いた後、1944年から法天使鉄西の消防文書長となった。 憲兵時代より藤七は正義感が強く中国人を差別し搾取することを許さない人物だったため物資の少ない選挙下でも中国人からの付け届けを一切受け取らず平等に接していた。これが幸いして敗戦後に隣人の日本人一家が報復として中国人に残殺される中で赤津家だけは中国人からの手助けを受けるなど難を逃れている。 あとに藤尾は自助伝、これでいいのだの中で、親父の首には当時の金で2000円の賞金がかかっていた。当時としては途方もない大金である。別に護衛に守られていたわけではない親父が、裏切りや密告によって捕まる、可能性はそれほど低くはなかったはずだ。親父が砦出の外の村へ出たとき、村人の一人が敵に連絡すれば、それまでである。だが、 村人は誰も親父を敵に売り渡さなかった。こういうわけで、親父だけではなく、赤塚家も襲撃されることがなかった。取り出には、時々、様々な物資を積んだトラックが到着した。親父はその物資をよく村人に分けていた。敵も味方も、同じ人間じゃないか何か、見返りを期待したわけではない。こちらに、真心があればそれは必ず相手に通じるはずだ。これが、 親父の人間観だった。赤塚不二これでいいのだ。赤塚不二自助伝、ピアニッシも18から19、文春文庫2008年、と振り返っている。しかし、終戦後の1945年に藤七は、ソビエト連邦で軍事裁判にかけられて4年間シベリアに抑留され、強制労働収容所で飢餓と極寒に苦しむ過酷な捕虜生活を送る。 残された妻や子供たちは1946年により日本に引き上げるが、この間に次女の綾子はジフテリアで命を落とし、亡くなった次女、綾子の名を授けた生後6ヶ月の末娘も栄養失調で溶接している。1949年12月、晴れてシベリアからの帰還を果たすが、体の不調や借金の返済に追われる。 不本意な田舎暮らしを長らく送ることになる。1961年ぐれ、長男の藤尾を追って上京し、先に上京していた妻のリオが住む時はそうに入居する。その後は、藤尾プロダクションの経理担当を経て、晩年は NHK の集金人の職に就く。1968年、結核に罹患して1年半にも及ぶ長期の入院生活を送る。 翌1969年秋に無事退院するが、1970年に、リオが、不慮のガス爆発事故で、蜘蛛膜下出血を発症し、59歳の若さで妻に、先立たれる。1972年12月25日、波乱万丈の人生誕を自筆で綴った415ページにも、及ぶ、自助伝、清掃の記憶を、藤尾プロから上司する。ちなみに、 本書は、国立国会図書館にも所蔵されていない気象本で、現在は、故郷の新潟県立図書館に、近代室の郷土資料として所蔵が確認されている。ほか、赤塚不二雄研究家でもある著述家の名は広氏、独立系出版社の共和国、発行所の不二雄プロが所蔵している4冊のみ現存が、確認されている。1979年5月17日、 水臓癌の転移による悪性リンパ腫で死去。去年71。藤七の障害については藤尾が表した。これでいいのだ。赤塚藤尾自助伝に詳しい。藤尾は藤七の最後について次のように回想している。癌の進行は早かった。首筋にできたリンパ腺癌の腫れ物は呼吸器官を圧迫し始め、親父は日増しに息苦しさを訴え始めた。親父。 長生きしたいかあと数日しか生きられないと言われ、僕は親父に聞いてみた。いよいよ息苦しくなってきた喉から、親父は声を絞り出すようにして答えた。ああ、したいなあ、その言葉に思いがけないほどの執着が感じられて、僕は思わず問い返した。長生きして、どうするんだ生きてたら、おも、白い晩年になって、もう一度人生を取り戻した親父は、 毎日生きているために新しく味わえる人生の喜びを噛みしめていたのだ。そしてもっと生きたいと思い続けていたのだ。だがガンは容赦なく親父の器官と命を締め付けていった。喉から物が通らなくなって口と鼻から管が通された。タンが喉に詰まる。取ってやる。親父の発するゼーゼーという音が僕の胸を締め付けた。 親父はもう声も出せない状態になっていた。今度単が詰まれば窒息死するだろうと言われ、僕はたまらず親父に言った。親父、もういいよな。もう声が出せなくなっていた親父が最後の力を振り絞って、うんとはっきり答えた。そしてその後、スーッと息を引き取った。昭和54年5月17日午前に1時14分、71歳だった。赤塚藤夫。 これでいいのだ。赤塚藤尾辞助伝、ピアニッシモ、206から208、文春文庫、2008年。後に藤尾は、藤七が最後に言った、うんという言葉について、あれは、きっと、うん。これでいいのだと続くはずだったのではないかと思うと、改装している。墓所は、八王子市の藤見大霊園。赤塚藤七、清掃の記憶14から16ページ、村育ちより、 赤塚藤七、清掃の記憶23から30ページ、村の万博大賞より、赤塚藤七、清掃の記憶37から44ページ、農業大学生は辛かった。楽しさもあったより、名広し、赤塚藤代大先生を読む、本気ふざけ敵解釈ブック1社会評論者、20ページ、2011年、平岡正明の赤塚藤代論、 赤塚藤夫父とこのブルースは赤塚藤七の手記、清掃の記憶を演用している。なお手記の一部内容は赤塚藤二夫著これでいいのだ赤塚藤夫自助伝にも引用された。共和国のツイート2020年4月11日、坂本正史のツイート、ありがとうございます。